長かったね。はい。いやー美味しそう。ね、多分これぐらいやったかな。最高。大阪府の高校生の女の子の美味しい記憶です、はい、小学生の頃今まで食べてきた料理の中で特別美味しい料理と出会った。それはおばあちゃんが作ってくれたムサカ私がこの料理の名前を覚えていたらまた作ってくれるとおばあちゃんと約束し、メモ用紙にムサカと書いてぬいぐるみの中に入れた。けれどおばあちゃんは病気で亡くなってしまったという。何ですかムサカ。カタカナです。あれはインドの、あ、こんなやつ、三角形、三角形のサモサ、サモサ。ムサカの思い出を訪ねにやってきたのは大阪府堺市の農芸高等学校。今回こんにちは、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらが今回の記憶さん、高校3年生の大堀美優さんです。まあ忙しい時にありがとう。初めて食べたのが多分4年生とかでした。おばあちゃんが作ってくれた中で一番その料理が好きでした。料理上手のおばあちゃんが作ってくれたムサカ。幼い日の記憶さんはその味にとても感動したそう。言ってくれたら次また作ってあげるよっていう約束をしたんですよ。でもまあ伝える前に亡くなってしまったので。約束が果たされる前に7年前おばあちゃんは帰らぬ人に。これからもうずっと食べてないんですか。そうですね、もう誰も作り方とかも知らなくて困ってるじゃないけど、なんか進めてないところがあるんですよ。そこに高校生とかなってくるとどうしても覚えていたかった記憶が全部なくなっていっちゃってるんですよ。おばあちゃんの声とかも笑い声とかも全部消えていってしまって、で結局今残ってるのってその料理の中でもムサカが一番残ってるけど、今となればその味を鮮明に覚えてるって言われたら正直全然覚えれてないから、逆に今そのギリ覚えてる段階で作って食べた方がその記憶にもう一回上書きされるとしても残せるんじゃないかなと思ったので、今は作りたいです。すごいわかりますよね。記憶さんの思いを受け、おばあちゃんのムサカを再現できる場所へ。あれギリシャの国旗ですよね。そうですね。なんとやってきたのは大阪にあるギリシャ料理店。いらっしゃいませ。こんにちは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ムサカってギリシャ料理なんですか。簡単に言うと、まあ、ギリシャ風のグラタン、お野菜とミートソースでホワイトソースをまあ重ねて焼いたグラタン。ありがとう、嬉しい、はい、恥ずかしい。それでは調理開始です。失礼します。どうぞ。ナスビ、ジャガイモ、カボチャ、はい、出た。こちらが今回のムサカの材料。お店とは違うおばあちゃん風にアレンジ。いいと思います。覚えてるイメージの厚さに、だいたい7年前の思い出をたどっていきます。小学生の時の記憶の中の厚さですねそうですね、多分これぐらいやったかな。思い出の厚さに切った具材を揚げ焼きにしていきます。具材がカラッと焼けたところで油から引き上げていきます。材料が準備ができたんで、器に、重ねて盛り付けていきます。ここで記憶さんが取り出したのは、この器がもともとおばあちゃんが作ってくれてた時に使ってた器で、おばあちゃん家から持ってきました、可愛い器です。そうですね、めっちゃ今見たらめっちゃ可愛いですねあの頃はもう柄とかあんまりわからなかったので。思い出の器に具材を敷き詰めていきます
まま。いや、中とかは層になってるって感じなんですか。そうですね、そうですね、はい、層状、はい、はい、ほんとグラタンみたいな。ちょっとずつあの頃のムサカに近づいていきます。どのくらい入ってました。でもこぼれる、ここの下にこぼれるぐらい入ってたんです。こぼれるぐらい。そうです。そして思い出すのは大好きだったおばあちゃんの姿。おばあちゃんチーズのパンとかめっちゃ食べるぐらいチーズ好きでそれでだから見えた、結構私たちもチーズが好きになってます。でチーズ山盛りのおばさん。ここですか。仕上げにオーブンで焼き色がつくまで加熱します。出来上がったのがこちら。あらまあ、いや美味しそう。すごい、多分こんな感じやったかなって7年ぶりに食べるおばあちゃんのムサカ、そのお味は。再現できてると思います。ですか。本当めっちゃ美味しいです。おばあちゃんのムサカスタジオにお届けします。嬉しい。さあムサカがやってまいりました。はい、もういただく前からもう美味しいってことが分かりますやったー。記憶さんとですね、はい、お電話でつなげなかったんですけど、 あのテスト期間中ということで。いいんです勉強してください。そんなの高3でしたもんね。頑張れ。大変な時にありがとうね。本当に嬉しいわ。じゃあちょっとムサカだけいただきましょうか。最高最高。しかももうチョイスがいいです。ナスとかぼちゃとね。でもこれは本当にグラタンですよね。うんうんうん、わー美味しい。美味しく作っていただいてます。チーズいっぱいがね、おばあちゃんの。最高、うん、やばん。これちなみになんですけど、ムサカは語源がアラビア語なんだそうですよ、うん、で冷やしたものっていう意味なんですって。ドッキリフード。アラブ諸国だと冷やしたムサカが存在するそうです。ご用意しておりました。え待ちくださいね。やっぱりドッキリフードやん。あったこれこれ。なんか初めての試みですね、その吉武さんが動くのって確かにね。わあ、こんなのなんだ。すごい。お豆入ってるやん。あ、ひよこ豆かな、入ってますね。玉ねぎも入ってるし。あ、スパイス入ってる。ちょっとカレーっぽくなりますね。いや、これなんかペロっていきそう。ペロリです。うん、ペロリです。あー、おいしいな。いかがでした、ムサカは。最高、ね、もうおばあちゃまがよくぞ作ってくださったし、記憶さんがよく本当にエッセイに書いてくださったことですよ。はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。その子の名前はなーにちゃんです。好きなことはみんなの美味しい笑顔を見つけること。今日も世界中の食卓に現れます。なーにちゃんの周りには会話が生まれ、楽しい物語が回り始めます。今日もなーにちゃんを探してみてください。醤油の香る食卓で一緒に笑ったり泣いたり夢を語り合ったり、その子はずっと忘れることのない美味しいの隣にいます。美味しい記憶を作りたい。キッコーマン。